一方フェミクも準決勝で再々試合にまでもつれ込みながらも大熊に競り勝ち決勝まで勝ち上がってきた。ショート杯世界一の椅子はただ一つ。空手新時代を予感させる素晴らしい決勝戦となった。Hold on, I was going.